じゃあ、こんにちは。はい。さあ、豊さん、はい、巨人の情報が入ってきました。はいはい。というより、まあ、選手ではなく、ちょっとコーチ陣の情報なんですけれども、はいはい、巨人の原監督が、三塁コーチは流動的にということで、元木さん、阿部さん、村田さんの3人を配置か。という情報が入ってきました。まず、まあ、加盟は、はい、今年からの、ね、コーチで加盟は、はい、一流コーチャーとして固定するということらしいんだけど、ね、はい、サードコーチャーってめちゃくちゃ難しいから、うん、去年まで後藤コーチ、後藤さんがされてましたよね、うん、俺はね、一つのレギュラーポジションだと思ってるから、はい、もうプレイヤーとしてのそんなにですか。そのぐらい大事だと思う。そのサードコーチャーっていう役割って伊藤さん挙げると、まずいや、まずサインの伝達、そのサインの伝達も、はい、まあ例えばランナーなしでバッターに伝える伝達なんて、うん、打て待てぐらいしかないのね、はい、そんな簡単じゃない、うん、でもランナーがいると、ね、まあサードランナーがいるじゃない、はい、でこうやってサインを見るじゃない監督の、はい、はい、そうですね、ベンチでこうやって出すじゃない、まあ例えばスクイズをこうやってこうやって出したとするじゃない、はい、んでこういう2人の様子を見て、うん、あれこいつ分かってんのかなって思う時に、はい、いやこれ分かってないと思ったらちょっとタイム取るよね、はい、今お前スクリーン出したの分かったかって呼んで、いや出してましたって、はい、あやっぱりかみたいな、うとか、はい、ちょっとこれ様子がおかしいと思ってもう一回、まあ、スクリーンをこうやって出してみるじゃない、はい、こうやって、うん、こうやって出してみるとするじゃん、はい、そしたらバッターがもう一回出してくれって言うじゃない。あ、そう、ちょっと分かんなかった、ちょっともう一回って言ったとしたら、はい、もうスクイズ出せないとかさ、うわ、そういう起点が効くかとか、はい、ランナーセカンドで、はい、カーン打った、うん、回すか回さないか、そのタイミングを測るのに、うん、そうですよね、そこのセンスがあるのかどうか、はい、足は大丈夫か、回ってんのか進んでんのかとか、はい、ね、相手の外野手の肩はどうなんだとか、いろいろもう頭に入れとかなきゃいけないから、はい、もう一つの本当にレギュラーポジションだし、こう俺もコーチをやったサードコーチもやったことあるけど、はい、今日は誰かが変わってほしいなと思う時あるもん。そんなに、いやしんどいよ。そうなんですね、役割的に。そのどこのチームも、じゃあこのコーチをサードコーチャーに置こうとすると年間通してずっと置いてるんですか。いや、まあ変えないよね、一人体制で変えない、うん、で完全に回れる当たり、はい、カーンと打った、はい、回れる当たり、あ、もう止めた、うん、監督に言われるからね、なんで止めたの、はい、あんな回ってこれるだろうって。ベンチは打球しか見てないから多分、あ、その走塁を見てないってこと。いや、だから一瞬止まったんだよね。ああ、だからこれ間に合わないと思って止めた、はい、だからそれ止めました、ね、うん、あ、そうか。だからもう本当に信頼してくれてないと、はい、飛び交う言葉がもう本当に厳しくなるから、サードコーチャーって。で、逆に回してしまってアウトってなった場合は、もう壊れた信号機って言われたよね。まあ、よく言われた人はたくさんいるけど。そうなんですか。そうそう、壊れた信号機、壊れた信号機、まあ、あそこに立ってるじゃんみたいな、壊れた信号機みたいな言われるんだよ。だファンもやっぱりそういうの見るとツイッターで、なんで三塁コーチャー回したのとか、そうそうそう、なんで回さないのとか。だからそこで3人を使って誰にするかっていうのを迷ってる時点でちょっと心配だな俺は。あ、ちょっと原監督、これは、いや、これはね、はい、でもコーチとしたらものすごいいい経験になるんだよ、はい、サードコーチャーって、うん、だから一番センスがあるのは元木だよ多分。あの、言ってましたよね、ああ、走塁に関しても元木は多分センスは抜群だと思う、そこら辺の、はい、洞察力からも含めて、うん、でも新之助、村田っていうのは、はい、プレイヤーとしては一流だったかも分かんないけど、はい、走りの一流さを持ってなかったから、うん、だからそのタイミングが取れるか取れないか、はい、まあ、これはセンスなんだけどさ、うん、2人ともセンスがあるプレイヤーだっただけに、はい、自分の足とは比べないよね、うん、もっと速い選手ばっかりいるから、うんうん、だからそしたら回したいと、まあ、そういう感覚を持ち合わせてるとは思うんだよね。なんか原監督もその阿部さんが2軍の監督の時に三塁コーチとしてもちゃんと立って見ておけよということをどうやら話してたらしいんですけども、それはこういうことにつながってくるかなってことですか。いや、もうね、
まあ、技術的なことを教えたりどうのこうのする、はい、ね、でコーチャーとしてサードベースに立てる、はい、まあ、一塁はねそう大したことないんだよ、うんうんうん、ね、でもサードコーチャーとして立てるっていう人は一流だわ、はい、そうなんです、ね、いやこれはしんどいよ、まあ、要というかそのぐらい重要だ。でもね、はい、楽しいけどね。お、例えばセンター前ヒットで、はい、辻がホームインした日本シリーズがあるじゃない、はい、あんなのサードコーチャー冥利に尽きるよね。まあ、そうですよね、うん、だから相手の隙を見ながら、はい、常識的には考えたら回さないっていうところを回してセーフになるっていうのはもう快感でしかない。まあ、もう本当そうですよね。してやったりじゃないですけど、豊さんそれぞれこんな名前があってる3人のそれぞれがサードコーチャーに就いた時どんなことをこう発揮してくれそうだなというか期待できそうだなっていうのは、まあ元気はセンスあるよね、うん、新之助とか村田とかはやっぱ走塁の意識っていうのがもう一度芽生えると思う、うん、やっぱ走塁って大事、スタートの一歩目っていうのが大事、はい、その一歩目を見るか見れないかっていうのもコーチとしての目として大事かどうかっていう、はい、うん、そういうことも分かる。 あとはそのサインの伝達というか伝達だから、こう相手はこう自分のチームは分かってるだろうなみたいなこともあるし、はい、相手に悟られたっていうことも感じ取らなきゃいけないし、はい、勉強になることは山ほどあるですよね。だから本当にあのなんていうの、まあ、キャンプの時から練習試合、はい、オープン戦、うん、で3月になったらまあオープン戦、もういろんな形でちょっとやってみてほしいよね。だオープン戦でどのコーチがあのサードコーチャーに入ってるのかとか、うん、そういうのも見るのも面白いと思います。本木大輔が一番適任者だと思うんだけど、うん、例えば原監督がそばにいてほしいのは本木なんじゃないかなと思うんだよね、うん、あ、そのこうちょっと自分が迷った時に、うん、多分言い方も元木はうまいと思うんだよ。あ、監督が、あ、この迷ってるからはっきり言った方がいいとか、うん、あ、監督は決めてるっていうか決めてるけど確認のために俺に聞いてんなと思ったら、うん、いやもうそれでそれしかないんじゃないですかって、うんうん、ものすごく背中を押すとか、はい、その言い方も元木は俺は優れてると思うんだよ。とすると年間通して元木さんをサードコーチャーにするのももったいないというか、うん、まあそうだな。ということはやっぱ何人か体制にして回した方が原監督も心強いんですかね。安倍さんの隣っていうのは、まあ、いや安倍でもいいと思うよ、はい、うん、新之助もそれなりにやっぱ考えてる野球はやってるしね、はい、あ、いいんじゃないですかとか、うん、でもそういうことは言えると思うんだけども、はい、まあ、村田もそうだよ、言えると思うんだけど、うん、その言い方があるんだよね、やっぱ、うんうんうん、やっぱね、人って言い方ってあるじゃない。同じこと伝えるのも全然違うでしょ、はい、だからそこら辺はやっぱ元木は、まあ、やっぱり一律の長があるというか、うん、まあ、そこら辺は長けてるのかなと思うけどね、うん、だから豊さんが原監督の立場であれば今シーズンはじゃあ誰を隣に置いて誰を三塁コーチャーにして、ゆくゆくは、はい、新之助が監督をやらすんだったら、うん、サードコーチャー監督、新之助にやらすよ、ね、もう1年間フルで通して、うん、お前頑張ってみろと、うん、はい、でももうダメだと思ったら俺が帰るっていうふうに言う、うん、ああそっか、うん、じゃあ今シーズンに限ってみるとどうすると思います、原監督だったらどうしてきそうですかね。まあ、前期と後期で分けるかもわからないし、最初のうち、まあ、使ったサードコーチャーが、はい、あ、いい感性持ってるなと思えばそのまま使う、そのまま行く。でちょっと不安になったらやっぱ何人体制にこう日替わりにしていく。いやだからもうね本当に選手によっては、うん、俺もサードコーチャーやってる時に、うん、だからサングラス取ってくださいって言うわけ、はあ、目が見えないと不安だっていう選手もいるわけよ。あ、そうなんですか。ああ、だから そいつが打席に立ってる時はこうちょっと外してさ、はい、こうやって分かってるかってこう目をこう見ながら相手のこうサイン出したりとかしてたよ。で向こうが分かったなっていう表情って分かるんですか。分かる分かる。
分かんない時の表情ってなんか首が なんか分かるじゃない。犬でもそうじゃない。分かります。不安な時とさあ分かったって、あご飯って言った時と全然違うじゃない。全然違います。いやだからそういう感覚でやっぱり見なきゃダメだっていうこと。だから洞察力とか、まあ、コミュニケーション力じゃないですけど、そう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 、だから常にやっぱこう話をしたりだとかいろいろしてて表情とかも捉えとかなきゃいけないということ。なるほど。だ今年はじゃあ今シーズン巨人は一体誰になるの、はい、誰を。いやでもね、なった人はもう本当に勉強になるから。いい意味でそうですよね。でも、はい、ダメだったらすぐ変えた方がいい。もうこれは関わることですね。これはね本当にね、野球の中の9ポジション、レギュラーポジションがあるけども、はい、プラス1だから、うん、そうやって考えた方がいい。でもプレイヤーの一人だというふうに考えた方がいいということですよね。ちょっと今シーズン巨人のサード側のコーチャーもどなたかっていうのも注目していきたいと、ね、はい、思います。はい。